はい、どうもこんばんは、フィヌさんです。じゃあラケット&クランクムーンベース BB 攻略いきましょう。まあルートをね確かめないといけない。あ、これ潜っていく可能性はあるな。深い。でも開いてない。こっちではないかな多分。あ、リングある。リングがあった。もう一個。 OK、 これで開いた。で、ここが、あ、ここのルートね。いいよ。あー、もういきなり大変そうじゃないか。うわ、いきなりビリビリ。ビリビリ止めて、一気に駆け抜けるパターンか。いきなり？これ結構ギリギリだと思うな、俺。あ、マジか。頑張れラケット。うわあ、仕掛けもちゃんとあるな。お、頑張れ。おーおーおおおお、やっはっは。おーおーおーおお、よし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 、いいぞ。ああ、取れ取れ取れ、取った。ああ、ちょっとわかんないわかんないわかんない、ルートが。あー危ない。よしよし、いけいけ。あー危ない危ない。あー、あー、あー、いや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 、やばいやばいやばい。あー残念。うわー戻された。どこまで行った？あと少しだなー。あと少し。途中までいい感じだったけど、後半ちょっと敵が多く出てたから、まあ何度もトライすればいけるでしょう。間違った。そう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 、このね。うおお、あ、やばい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 。いやーいやー、もうダメだ。もうやり直そう。はい、やり直す。何度もトライします。深く潜ってた方が行きやすいかな。なんかそんな感じはするな、俺の性格で。おうおうおう、取れ。あー危ない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 。よし、いいぞ。あー通った。この辺からこの辺からきつくなるね。あー危ない危ない。早い早い早い。うわあ、よしよし、いいぞ。頑張れラケット、ラケット、いった。いけいけいけ、あと少しだ、あと少しだよ。え、リング、ちょっと待って。リング、ある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 。落ち着け落ち着け落ち着け。あー、よかった。スキルポイントゲット。いやー、よかった。反対側に行くと多分ゴールデンボルト、あー、沈黙の潜水トロフィーね。獲得しました。あれ取る前にまず、この辺のボルト、稼いでおきましょうか。そうそう、シャベルスピーク。まあ、取った後に稼いでもいいか。シャベルスピークもなんか言うほど効率的かって言われると微妙だよな。なんか微妙な感じがあった今。
なんだこれ、コードボット拾った。コードボットとは、コードボットの説明が分かってないってことは、多分ルート的にはこっちが先だったんじゃないだろうか。で、これ戻れる、やったー、発着場に戻る、便利。これあれだね、ツインビーみたい。ツインビーもな、残機とかなければな、やってもいいんだけどな。ツインビーは残機があるからやりたくないよね。いいところで死んじゃうからね。これはこっちか。いやー、あとミサイルクルーザー、ミラクルなんとかって呼んじゃったけど、ん？なるほど。ちょっと待って、武器一応ゴールデン。お、開いた、開きました。あ、裏にも、ん？開いた。おーおお。え、うわ。ああ、はいはいはい。うわうわ。おーおーおお。いやー、回復なかったが。ないね。あ、敵強いな、これ。あー、違う違う違う。わかったわかった。あー、なるほどなー。今、ようやく意味がわかりましたね。これですね。ホログラマーか。ホログラマークイックチェンジで入れとかないとな。はい。ホログラマーを使うやつか。確かにな、最初に戦ったあのロボット、ホログラマーの星にいたよねって思ってたんだよね。え、赤くなっちゃった。ってことは別にホログラマー使う必要ないんだ。当たる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 。なんか強力になった感じはするね。攻撃力アップしたみたいな。ここは飛んでいけるよね。いけた、いけた。よし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 。この先な、一応ホログラマーできないか。飛ばないといけないからな。お、大丈夫だ。何人もいない。今んところサクサク来てる、割りかし。で、これで護衛戦艦に行く。なるほどな。ここ行ってここ行ってここ行ってここか。はあ、いやー、マジ？こういうことだよね、多分ね。この横のところはあんまり行かなくてもいいかな。あぶねえ。あ、やばい、見つかった？見つかってる。見つかってる。マジかー。あー、めっちゃ出てきた。あー、まあ最初からでしょうね。あれ、最初から？え、
ちょっと絶句したわ。こんなところまで戻されんの。あー、じゃあせめてここまで戻し作業しますか。あー、マジか。絶句だな、これは。はい、戻ってきました。まあ、ゆっくり行きましょうか。いや、行けたな。これ、ロボットだったらこのレーダー当たっていいとかないだろうしな。行ける。いや、何にもないもんね、この小さい小部屋。こっから先なんだけど、多分こういう進め方だよね。いやー、ちょっと大変だな。で、一応ホログラマーでこれをやり過ごしたらもう一気に扉の前まで行きます。いけない、頑張れ頑張れ。あ、うわー、マジか。ちょっと待って、ちょっと、あ、いけない。あ、そっか、バリアーになってんのか。かー、そっか、バリアーになってたか。か、面倒だな。頑張ろ。あー、そっかそっか、バリアーになってたか。はい、ちょっとね、実況向きではないんですけど、一体一体部屋に入ってロボット倒してます。まあ、ここもあの4体全部部屋の中入って倒した方が早いんじゃないかなっていう気もするんだよね。あー、来るな。まずはあのワンちゃん倒してからですね。はい、これで4体倒しました。いやー、動き遅いからね、ちょっとやきもきしますけどね。ようやくだ、ようやく。ふー、ようやくだ。まあ、ゆっくりやれば進めることは可能ですが、まあかといってどうなんだろうな。実況向きではないな、この進め方は。もっとサクサク行きたいんだよね、本音は。ちょっと待ってくれ、なんか大変なことになってるぞ。ロボットいなければね、別にスイングしていくだけだったら問題ないけど、だってもうバレてるしな。ロボットいたらやだな。よっ。うん、で、一応ホログラマー入れるでしょ。ロボットいるな、部屋があるもんな。ロボットいるね、この先。来たー。一体出ずっぱりじゃん。これ閉まるんだよね。そうだよね。
あれ閉まんなかったらさ、ビデオミサイルこっから撃てば済むんだけど、バズーカ撃ち込むか。失敗したらこあっちまで逃げ帰って OK かな。それともこれ壊しておくと大丈夫とかないから、そういう仕組みを壊しておけば OK みたいな。いやーちょっとな、悪魔は可能性あるな。いや、ちょっと待って、でも押されるな絶対。しまった、押された。ああでも押されたけど、こっちの部屋戻ってこれば OK であれば。よしよしよし、全然そんなに怖がることはないですね。うん、あと2体間違った。よし、あと2体でしょ。いやーこれ大変だ。何が大変で、ちょっとやきもきする。あと1体。次がどうなってるかだな。ここクリアしたいわ。あーなるほどね。まあゆっくりゆっくり。いやうん、一体しかいないでしょう。OK、スキルポイントをゲット。なんか武器の補充とかもしたいんだけどな、本音を言えば。あと途中でこれが壊せたんで、多分壊していけばなんかプラスでなんかね、スキルポイント的なやつはもらえたんでしょうけど、プログラムは一応念のためですね。スペースシップ BB、 あ、これでついに来たわけだ。はあ、ここでセーブ入ってないかな。ちょっと待って、戻っていいでしょ、さすがに。これまっすぐ行くルートが、まあゴールデンボルトなんで、そこまで気にする必要はなくて、ラチェットのままでいいよね、多分。これもうセーブは入ったんじゃないかなって思う。チェックポイント。これ外。ブラスターもたまないわ、もう。ん？おー。何これ。え、あれ避けて進むの、マジですか。敵いないもんね。まあとりあえずこういう感じか。うわー、おー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 、なんか動いた。あ、違う。ん、あれ意外と、あれなんでだ、当ててこないなやつが。こっからか。
からだ、多分。あちらの砲台からの攻撃は危険です。回り道を探してください。え、ここまっすぐ行っちゃダメだって話？回り道を探してくださいって、これしかないんじゃないの？ここに乗れないのかな？まっすぐ、え、どういう意味だ？まっすぐ突っ切っていいんじゃないのか？回り道を探してください。おうおうおう、行けないの？行けるよね。おうおうおう、あ、狙われてるんだ。で、一回当たったら即死か。なるほど、厄介だね。一回当たったら即死だったら。回り道を探してください。いやー、まあ、あそこに行くしかないよね。でも、え、これ行ける？行けなくない？タイミングゲーなのかな。ちょっと普通に行ってみよう。撃たれるでしょ、多分。あ、行けた。意外と平気だった。お、え、船に乗るっていう、乗るということは、あの砲台を壊すのか。あー、待って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 。あ、ちょっともう いきなり過ぎたから、今のは。いきなり過ぎでしょ。ん、なるほど。ですね。うわわわ、すげえ撃ってんじゃん。当たってない。全然当たってないわ。裏取れればいけるんじゃない？裏取れないか。おお、ちょっと食らった。よし、オッケー。いいぞ。いやー、なんか例えが正しいかわかんないけども、神風特攻隊作戦みたいな感じだね。もう正面からぶつかっていって、なるべく軽微なダメージで返ってくるみたいな。よし、2発か。2発当てればオッケー。あ、一発足りなかった。ナイス回復。あー、ダメだ。数多いな、敵。あれ、意外と。もう一発、三発かな。よし、いいぞ。確実にいってるぞ。回復しようか。これでも補給が厚いから助かるな。よし、もうちょっと至近距離すぎた。ただこれ終わった後に多分めっちゃ強いボス出てきそう。こんだけ簡単だってことは。よーし、ミッションクリア。ん？あ、これで戻んのか。ちょっと深読みしすぎたね。なるほど、これでクリアされて。はあ、でもあのハテナ絶対ボスいるわ。長期戦だ。そんな気がする。ん？なんだこれは。いやー、
ちょっと待って、ルートが3つに分かれてるから。どうなんのこの下。ちょっと待って。先を見せろ。うぃ。しかもこれマグネブーツ履いてるからジャンプできないんだ。困ったな。あのワンワン降りてこないんだ。え？おお。ああそうね、オムレンチしか使えないもんね。え？何だったんだ。ああこれで天地逆転して、あのワンワンが関係ないか、関係なさそうだけど、いやもうチェックポイント行きましょうよ。多分イベントが始まるでしょう。始まった。お、インフォボット。今晩のブラーグ TV は見逃せない。巨大レーザーを使った惑星丸ごと破壊ショー。圧倒的な力、破壊、そして破壊、あとには何も残らない。出演するのは我らのリーダービッグボスドレックさん。またも新たな伝説が生まれるのか。さて次の番組は人間ドキュメント、キャプテンと呼ばれた男をお送りします。ふん、居場所はこれで分かった。やっつけに行こう。インフォボットベルディンを手に入れた。え、これで？あ、ミッションクリア。なんか思ったより歯ごたえがないな。いや、なんかまあもちろん詰まったところは何箇所かあったんだけど、コツさえつかめればいけるみたいな。発着場に戻る。なるほどね。まあ今回の動画はとりあえず一旦ここで終わりにしますね。次じゃあ行きますか、新しい惑星に。コースをでまず見ておきましょうか。いや数多いな。あ、コース長い、長いぞ。ゴールデンボルトは無視していいとして、ふるさとの星ベルディンを、ビッグバッドボスから守れということで、まあやっていきましょう。このハテナに行けばいいっていうことなんだけど、すげえ長い。すげえ長いな。じゃあまあ進めていきます。